ルと作曲劇場支配人の中から若いあなた、オーディションにやってきたジルバークラング嬢が歌うロンドとタイトルのついたアリアです。前半のシンプルで美しい曲調と後半のアクロバティックで少々技巧的な曲調の違いにぜひご注目ください。